物語はここでは終わりませんでした。愛すべき仲間たちがやってきたのです。私たちの喜びの世界を取り戻すため生き物たちは信じていました。いつか人間が力を合わせてミシカの門を開く日を。さあご覧なさい、おもてなしの笑い